品質管理、品質管理、品質管理、QC、クオリティコントロールは、顧客に提供する商品及び、サービスの品質を向上するための、企業の一連の活動体系。品質管理には、講義、競技の品質管理がある。講義の品質管理は、マネジメントとしての品質管理のことを指し、品質マネジメント、クオリティマネジメントとして知られ、 ジスでは品質要求事項を満たすことに焦点を合わせた品質マネジメントの一部と定義している。競技の品質管理はコントロールとしての品質管理、クオリティコントロールのことを指し、ジスでは品質保証行為の一部をなすもので部品やシステムが決められた要求を満たしていることを前もって確認するための行為と定義している。生産現場で品質管理といえば一般に 競技の品質管理を指していることが多い。品質管理は、GISZ8101 においては、買い手の要求に合った品質の品物またはサービスを、経済的に作り出すための手段の体系とされている。日本の消費者にとってみれば、品質は良くて、当たり前のことと感じられており、生産現場では、この要求に応えるために、品質管理がより重要となっている。 日本の製造業の中には、品質市場を原点としたり、企業理念として掲げている企業が多数ある。製造業において、品質という場合は、設計品質と適合品質の二つがあるともされ、設計品質とは設計者が目標として狙った品質のことを言い、適合品質とは実際の品質のことである。そのうち、生産現場で扱うのは、 適合品質ということになる。適合品質を高めるためには、ばらつき、標準偏差と偏りを小さくしたり、少なくしたりすることが用となる。品質管理は、ウォルター・シューハート、エドワーズ・デミング、石川・カオル、東大、武蔵工業大学、現東京都市大学元学長らにより、第二次世界大戦後に構築された。 不良品ゼロを目指すための品質管理活動として1960年代頃から世界の製造業の現場に広く普及している。世界の工業製品における品質の拡大の向上に貢献したとされる。日本では QC サークル活動と相まって改善とも密接に関わる。製造部門にとどまらずサービス部門や管理部門など全社的に QC 活動を広げた活動を TQC トータルクオリティコントロールと呼ぶ。この TQC が発展したものが TQM トータルクオリティマネージメントである。1990年代にアメリカで広く普及し、アメリカの製造業の復活に大きく貢献したとされる。QC7 つ道具、新 QC7 つ道具が代表的である。他にも製造段階。 開発設計段階、商品企画段階での質向上のための方法がある。管理を行うにあたり、現象を数値的、定量的に分析するための技法。いずれも可視化によって、誰にでもすぐに問題点が分かったり説明を容易にすることを狙っている。数値データをそのまま見ても全体を把握しにくいため、目で見て分かりやすく全体の状況を早く正しく知るために、 グラフを作成する。グラフを作成するときに、特にこうしなければならないといった、決まったルールはないが、作成した本人だけしか理解できない作図をしても、意味がない。そのためにを考慮することが大切である。データの傾向を判断できるようにするツール。データの集合に対して平均値、分布を読み取るためのもの。ヒストグラムは、ばらつきが顕在する。あるデータの集合において、 全体の傾向を把握するために用いられる。度数を元にヒストグラムを作成することによって、データの集合全体の平均値、データの分散を把握できる。品質管理において、ヒストグラムの分布を読み取り、その結果に基づき次の行動に移すことが重要と、されている。ヒストグラムの山の形状から、工程の安定性を、山の広がり具合から、標準偏差シグマを、 規格値を記述することで規格外れなどの問題点が存在するかを判断できる。工程の管理を行うためのツール。管理図は工程が安定状態にあるかどうかを把握するための判断材料となる。時間別などの規則に従ってデータをサンプリングして集計を取り、その結果を群として系列で折れ線グラフを作成する。管理図では中心線、 CL と管理限界によって点の配置と分布からその管理工程の異常が判断できる。管理限界には情報限界 UCL、下方限界 LCL があり3シグマを設定する場合が多い。確認要点事項をあらかじめ抜粋しまとめられたツール。チェックシートは必要とするデータが何かを瞬時に理解し、集めたデータを簡単に整理することが目的であり。 その点に注意して作成しなくてはならない。工程改善に用いられるツール。工程で発生している問題を原因別、損失金額別などに分類し、その件数の大きい順に並べて棒グラフ及び累計曲線を図に表したもの。パレート図は工程の改善活動の検討の場において、改善効果が期待できる問題の抽出に用いる。 工程が持っている問題を分類して図示することで、真っ先に改善しなければならない問題を容易に把握切る。問題抽出に用いられるツール。ある問題に対して関連する原因の洗い出しを行うため、問題、特性と、その発生の原因、要因だと考えられる事項等を矢印で結んで図示したもの。その図の形状が魚の骨の形に似ていることから、別名魚の骨図。 フィッシュボーンダイアグラムとも呼ばれる。特性要因図は、工程のさらなる能力の向上を検討する場において有効な手法であり、ブレインストーミングの要領で要因を抽出して、洗い出した要因の関連性を特性要因図に表しアプローチを行う要因の順位付けを行うための資料とする。生産工程の現場では、ある問題に対する要因として要因 m 人、不満、機械、 マシン、材料、マテリアル、方法、メソッドを骨とし、その4点に対して、さらなる要因の洗い出しが行われる。5M、4M に測定器、測定方法、メジャーを加えるもある。要因を列挙するには、当初から単にブレインストーミングで列挙しても、無意味である。過去の知識や現場データから推測される要因だけでは解決しない、場合に、 初めてブレーンストーミング等の手法を用いる。目的によって以下のように使い分ける。二つの体となるデータを横軸、原因形と縦軸、結果形としてプロットした図。サンプ図は二つの変量の相互関係を可視化するのに有効な手法。データを同質なグループ、相ごとに分けて分析する相については、相化抽出法を参照。 例えば年齢層ごとに分けて分析したり、機械ごとや原材料ごとに分けて分析する。データを取得する上で必要な考え方の一つである。データを層別に分析することによって正確に情報が把握できることがあり、問題の原因判別につながる有効な手段である。QC7 つ道具が定量的な現象分析を狙うのに対し、新 QC7 つ道具は、 定性的な分析を狙う。問題の構造を早期に明らかにするのが目的である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。